path of self-discovery. で、炎上するのか。やっぱり礼儀とか。やはり礼儀。私礼儀ですよ。礼儀ですね。私の師匠の松田師範です。先生に一つご質問があるんですけれども、はい、生徒たちに技術的なことはもちろんですけど、それ以外にみんなが学ぶこととか先生が教えたいようなことを何かお聞きしたいんですけど、もう一番技術はね、いつも言うように、心に対学ぶ心を大事にする。そうすると自然的に技術も体も強い。そしてそのまず学ぶ基本の第一はやはり礼儀。それとこう何かを言った時にすぐ返事ができるっていうのは、やっぱり空手はいかに組手において反応が大事かってことで、たった返事をすぐ反応できるっていうことはなかなか難しく、簡単なことなんだけども、やっぱりそういう返事がしっかりできるということを一番大切にしています。はいはい、私も松田先生のもとで、空手を始めまして、礼儀からまず指導をいただいて、それが、まあ、今の私につながっているとても大事なものだと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。空手でね、みんなこうやって来て学びに来るんですけど、突き蹴りだけじゃなくて、それ以外のことで何かこのみんなが学んで帰る、なんか大事なことみたいな。さっきの集合、ああいうのも走るとかね、こう人が言ったことに対して反応してしか返事をするのか、そういうとこは割と厳しく、動きもこうダラダラしないで並ぶのでも、キビキビ動くように。空手が教えること、生徒たちは何ですか？その突き蹴り技だけでなくて、体を学ぶことによって、はい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 、やっぱり礼儀とか、あとね、うちは靴揃えたりとかして、ここいろんな人が使うんですけど、トイレのスリッパ揃えたりとか、あとは朝お父さんとお母さんにおはようとかお休みとか言ってるとかいただけます、ご主人様。あと一番大事なのが学校で空手をやってるから、あなたたちは他の子たちも強いんだよ、だから強い人は優しくなきゃいけないんだよ、お友達に優しくするんだよってことはしょっちゅう言ってますね。なるほど、それは大事にさせていきたいなと。割といじめっ子とか、あといじめられたりする子もいるんですけど、それは一応空手をやってるんだからっていう優しさを、そうですね、強い人は優しいんだよっていうことを。What karate teaches apart from the different techniques? I think karate is something that we should do for life. You know, everyone has their own or different questions that they ask maybe from their training, but ultimately I think it should be a path of self-discovery. That's how I see it. Karate has taught me many things through the training, which I'm very grateful for. あと一言だけ質問なんですけど、空手は突き技学ぶ教える、それ以外に空手が教えるのかって言ったら、何か空手を教えて学んでることがいいか。私礼儀でした。先輩後輩上下関係武道を通して礼儀さ、それを学んでください。What can karate teach us apart from the different techniques? What is your opinion? Relationship. Good relationship, harmony is very important. Harmony. In karate also very important harmony. Good relationship, you need
good etiquette, courtesy, respect, lady in Japanese. This is, I think, what karate teach us. To understand reigi, you need attention and focus. This could apply outside, I think. Attention and focus, this can help other people too. If somebody is having a problem, then if you have this attention, you could support or help people create some good harmony there. It's energy. Reiki, we create good relationship and create good harmony. Fortunately, I had a good sensei. For me, sensei is a lifetime relationship. We should respect sensei. To be respected, you have to be a good sensei and good example. So, which is very, very difficult. But that's how sensei should be. And therefore, we continue working together, learning from the person. Senpai and kohai, this is similar. Kohai should respect to senpai, and senpai should be good example to kohai. Therefore, kohai will respect senpai. So respecting each other create good relationship and create good harmony. Never been one way. Respect is not, you cannot ask someone to respect. So respect is something to gain with your hard work. We create good relationship and nice, great harmony, energy. So that's what karate can teach us. オス、いつも動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。日本から帰ってきてもうしばらく経ちますが、ここドイツでは秋もすっかり深まり、かなり寒くなってきました。皆さん風邪などひかないように気をつけてください。今回の動画は What should karate teach us?Apart from different techniques、突き蹴り技以外で何を空手から学ぶか、まあ、といったタイトルで、日本に行った時にお会いした先生方に、質問をしてみました。それで帰ってきた言葉が全員揃って礼儀ということでした。礼儀という言葉、これを一言で、説明するのは難しく、またその言葉にはかなり多くの意味、教えが含まれているのではないかと思います。極端なことを言えばそれが全てではないか、そういったふうにも解釈できます。詳しくはここでは説明いたしませんが、空手武道を続けていく上で、礼儀というのがいかに大切なのか大事なのかということを改めて認識、した次第です。皆さんも一緒に考え、実践してみて自分の答えを出してみてください。まずは形から礼儀作法を学び、また教えることによって多くの学びが得られるのではないかと思います。意識の問題であり、意識することによって多くのことが目に入ってきます。そこには気づきが生まれ、何が大事なのかということが分かってくるのではないかと思います。いつも皆さんからのご声援、コメント誠にありがとうございます。これからも精進して頑張ってまいります。応援のほどよろしくお願い申し上げます。
押す。